皆さんこんにちは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の郷田千佳です。今日はですね、コンビニエンスストアでの技術人文知識国際業務の在留資格の許可事例を、一つご紹介させていただきます。この方はですね、モンゴルの女性の方ですね。で、学歴は母国で大学卒業です。専攻は日本語ということですね。で、今回は、4店舗ぐらい、コンビニエンスストアを経営されている会社で、教育をするということでね、同じ留学生の方たくさん今ね、コンビニエンスストアで外国の方アルバイトしてますので、そういう方の、採用、それから教育人材育成ということをメインにやってもらう人材として、採用されました。で、その内容で、入管からも許可をもらいました。で、コンビニエンスストアでね、技術人文知識国際業務は取れないよとか、コンビニでは働いたらダメだよっていうふうに決めつける、ちょっと暴論ですよね。暴論って難しいね、外国の人には。乱暴な言い方ね、あまり細かいこと言わず大雑把な言い方で、ダメだよって。これはある意味一部は確かに合ってます。でも、全部がダメということではないですね。ただね、外国の方に、一つご理解をいただきたいのはですね、コンビニで就職したい、コンビニで正社員になりたい、コンビニでビザが欲しいという方、本当たくさんいますよね。で、なんでそんなコンビニ好きなのって聞くと、皆さん大体ね、いやもうアルバイトで慣れてるから、そのまま就職したいって。だったらもう全部仕事もできるし、心配がない、安心だからって。自分の仕事ができるからという理由の方多いですね。でもこれはですね、すごくね、危険だと思います。このビザの観点からいくと。アルバイトの時にやってたコンビニエンスストアの中のお仕事っていうのは、ほとんどは技術、人文知識、国際業務で認めてられてない、仕事内容です。で、正社員になったからにはですね、正社員としての仕事をしなければいけないので、本来はアルバイトの人とは全然違う仕事内容のはずなんですね。で、これはコンビニに限りませんよ。どんな会社でも同じです。アルバイトの人と正社員の人が同じ仕事するんだったら、会社はその人をアルバイトで雇った方がいいですよ。正社員でわざわざ雇わなくてもね。で、自分が正社員で雇われてるってことは、アルバイトの人よりは1段も2段も上の仕事しないといけない。だから今アルバイトでコンビニに慣れてるから、そのままその仕事続けたいっていう、もうその発想がまずダメですよ。ダメって言ったら怒られそうですけど、これはビザの観点からもダメだし、仕事をする上の心構えとしてもね、良くないと思いますね。で、ビザの話に戻りますとね、コンビニの中でもレジ打ちとか商品出しとかね、清掃とかね、こういうのは技術人文知識国際業務で認められてませんから、この業務は本来携わってはいけないですね。もちろん実務研修の時は OK ですし、あるいは自分が教育係としてね、やってみせるとか、そういうのでやるのはもちろん OK ですよ。だけど、1年経っても2年経ってもずっとその仕事やってる、アルバイトと同じ気持ちでずっとやってて、ああこの仕事楽でいいわみたいなのだと、それはダメでしょう、そのビザはね。で、過去にもそういうふうに店長業務しますとか言ってビザ取ったのに、アルバイトの仕事と変わらずやってる人が結構いたらしいですよ。それで入管の方も調査して、なんだ皆さん店長業務ってそれ嘘でしょって、実際はレジ打ちばっかりやってるじゃないですかということで、コンビニのビザがすごく厳しくなりました。で、今またね、少しビザ取れ始めてますけど、もちろん複数店舗のスーパーバイザーみたいなとかね、単純作業ではない内容で取るんですけど、実際また入管が調査したら、なんか店舗でレジ打ちばっかりやってるとかなると、これはまた、ビザが厳しくなります。それは当たり前ですよね。ですから、まずね、そのビザの知識としても大事ですし、皆さんの心構えとしても、自分は正社員になったんだから、正社員の人を指導するとか管理するとか、店長あるいはスーパーバイザーとしてお店全体、会社全体のことを考えていかないとダメだというね、意識をね、ぜひ持ってほしいと思います。これは仕事の上でもビザの上でもとても大事なことです。はい、では